はい、こんにちは。こっちかなカメラは。リリチョウでございます。今回ですね、VR 版イカゲームっていうのをやっていきたいかなと思います。始まったね。ちょっとさ、俺 VR 初めてで、簡単に説明すると、あ、これ一回知るね、俺わざと。こんな感じで、VR 視点で、イカゲームができるマップがあるみたいなんですけど、死にましたね。オキュラスクエストっていうその VR かなんかと、ロブロックスを VR でガッチャンコできるんだって。で、それで今回VR をちょっと使ってやっていきたいかなと。他にもなんかいっぱいマップあるらしいんですけど、まあ、イカゲームが一番わかりやすいかなという感じでやっていきます。で、シンプルですね。レッドライト、グリーンライト、だるまさんが転んだっていうのを再現しているみたいです。で、俺初めての VR でちょっと操作慣れてないんですけど、皆さんお許しください。よろしくお願いします。こっちかな、カメラは。見えないね。やばくない？これ、いや、みんなわからんと思うけど、俺目の前で人が死んでんだよ。目の前で血だらけの人がいいんだよ。止まるね、一回。止まる止まる止まる。てかさ、この設定するのに俺1日かかってるからね。振り向け早く。あ、長い長い。死後。クリアするぞ。早い。これちょっとでも動いたら死ぬからな。でも俺の残骸やん、これ。俺の残骸があるで、みんなこれ。止まる。これでもいけそうな気がするけどね、普通にね。投げ、投げ、バカ投げ。いくよ。ほい。どうだ？これもダメやろ？振り向くのもダメやろ？いや、さっきさ、他のプレイヤーとかと一緒やったんだけど、このマップ自体がね、有料らしいんだよ。有料なんで、多分やれる人に限りがある。さらに VR を持ってないとできないらしいんで、VR 持ってるかつ課金できるみたいな、結構大人なプレイヤーじゃないとできないらしいですね。でもガチですごい、みんな VR。いや、本当にこれ目の前に人がいいんだよ。俺の目の前に今、このイカゲームくんがいるんだよ。あ、しかもぶつかるしさ、おい。おい。ふざけてんじゃねえぞ、おい。てかさ、俺手が見えるからね。今さ、自分の画面に手が映ってるから。待て待て。もう手が映ってるのが面白い、ガチで。見んじゃろ。待って、みんなの画面には映ってないかもしれんけど、俺分からんのよね、 VR 初めてなんで。ワンちゃん触れるんちゃうのこれ。あ、触れるぞみんな。え、すごい、みんな感触がある。みんな感触があるぞ。うわー、すごい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 。すごい、ほら。いやー、どんだけーって。俺の画面、待って、俺の画面にはさ、ちゃんと映ってんだよ。これ見て、これあれ誰だから、ほら、手振ることもできるんだけど、ダメなんだ。これみんなの画面映ってんの？映ってないのか？ごめんね、俺わかんねえんだよな。まして、生まれて初めての VR だから、何もわかってないですね、ぶっちゃけ。すごいね、ロブロックス。こんなこともできるんだ。俺何もわからんかったわ。次にスタート地点行ってとか言うね。はい。ゴールするよ、俺、普通に。待って、これ、手があった方が難しいね。手も動かしちゃダメらしいからな。待って、これ手動かしちゃダメらしい。手も動かしたらアウトらしいよ。すごいね。そこら辺のさ、判定もしっかりしてるってガチですごいな。OK、止まる？やば、怖っ。いや、目の前にさ、イカゲームくんがいるんだよ。だるまさん転んだの女の人が、本当にいる。ガチでいるんだよ。で、なんか、撃たれた時の感覚はないけど、なんか、目の前が真っ赤になるのね。だから、俺、目の前で死んじゃうの、本当に。だから、今までのさ、VR とは VR じゃないイカゲームいっぱいやってきたじゃん。あれってぶっちゃけさ、デスクトップ画面っていうか、パソコン画面で人が死ぬ感じだから、全然臨場感な、まあ、あるかもしれんけど、ないけど、さ、VR の場合ってそれがあるから、もう本当に死んじゃうのね。本当にガタって画面が倒れちゃうの。だからガチで怖い。なんか本当に死ねない、これ。マジで怖いから、これ。チャレにならへんで、これ。でもこの感じだとクリアできそうな感じではあるけどね。普通にやったらいけそう。大丈夫大丈夫。手振ろう手振ろう。大丈夫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 。オッケー、大丈夫大丈夫。動いてない判定になってる。オッケーオッケー。早い早い早い。これクリアできそうだね。でも45秒しかない、みんな。時間がないので、ちょっと困ったことになりそうなんですけれども。ギリギリこれだと間に合うか？ギリギリ間に合うぐらいじゃないか、これ。どうだ、いけるか？オッケーオッケーオッケー。
遅い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 。いや、目の前にいる。やばい。イカゲームくんが目の前にいるわ。これガチで怖えわ。背高い。え、みんなマジで背高いぞ、こいつ。ガチで背高え。やべ、10秒しかない。いけるか？いけたよ。すげえ、ちょっと待って、これダメだ、みんな。中見えちゃう、これ。ダメ、ダメ、ダメ。あー、危ないよ。よかった、よかった。やばいな、俺、絞れなとか好きじゃねえんだけどさ、ガチで見えるんだよ、みんな。スカートの中が見えちゃった、今。ちょっと、モザイクかもしれないですね。すごいな、ガチですげえな。他のプレイヤー来てくれないかな？他のプレイヤーと交流したいところではあるんですけれども、他のプレイヤーは今のところいないっぽいですね。しかもさ、今回実況にさ、マスクつけながらやってるから、息苦しい。マジでこれ、長時間撮影すると絶対画面酔いするし、酸欠になる。これ、どこまでいいんだろう？あ、ダメだ、やっぱほら。ちょっとでも手動かしたらアウトなんだ。なるほどね。でも自分の手が見えてんのがすごい。はい。あ、他のプレイヤーだ。おーい。おーい。スペクテイトできねえかな。スペクテイトってのが観戦なんですけど、これ、他のプレイヤーを観戦できたりはするのか？え、すごい！なにこれ！え、すごい！観戦できる、みんな。みんな、完成できるって。ほら。これあれじゃん。これアドミン視点というか、管理人というか、イカゲームの管理人視点みたいな感じのところもであるんだ。ほら。レッドライン、グリーンラインのとこだ。で、ほら、プレイヤーがずっと設定してますね。ほら、あそこ。すごっ。ジャンプが確かこのボタンだよね。あれ、戻りたいんですけど、皆さん。手見えてる？みんな。手見えてますか？手とか見えてる？俺そこら辺がよくわからないんだよね。みんな元気か。すごいな。ほら、指が動くんだよ、みんな。ガチですげえ。ほら、指。見て、ほら、指。見えてる？指が動くんだよ。ガチでこれすげえわ。ほら。あ、いたいたいた。よし、死んじゃった。死んじゃった。クリアするぞ。もう一回確実に攻略していきましょうか。よし、一回止まって、止まって一回対応する。いけるぞ。ほい、止まる？いいね。さあ、だいぶ慣れてきたね、VR の操作にも。これ、ちなみにキーボード操作じゃないんですよ、皆さん。オキュラスクエストっていうその VR 専用のコントローラーみたいなのがあって、動きはそのコントローラーでやってる感じ。ただこ、目も動かしダメなの？頭動かして死んだわ。で、指に関しては、そのコントローラーのボタンみたいなのがあるんだよ。ボタンを押すとこんな感じで、人差し指以外をギューしたり、人差し指だけをこうやったりとか。で、こう。で、その VR のコントローラーを動かせば、こうクロスできる。これザビエルね。ザビエル。フランシスコザビエルね。うん。みたいなのもできるっぽいですね。よし、行きましょう。じゃあ、もう一回クリアするぞ。確実にクリアしていこう。さっきはさ、残り10秒でクリアしたんですけれども、今回はもっと早く、もっと早くクリアをすることを目指していく感じでいきましょう。たださ、ゲーム版っていうか、普通のロブロックスのイカゲームってさ、残り1分ぐらい余ってクリアできるもんね。だからワンチャンこの VR 版でもいける気がする。あと、走るボタンとかないんかな？これ走りたいんだけどみんな。手を動かすぐらいは大丈夫そう、ほら。バレない、バレない、バレない。指を動かすぐらいはバレないわ。当たり前か。だってさ、このさ、周りにいるさ、ほら、奴らが銃あるじゃん、銃。あいつらが確か動いた瞬間撃つみたいな感じやもんな。多分一人一人監視してるんでしょ？だからぶっちゃけなんか指ぐらい動かすのじゃやっぱわからんのかもしれん。視認できないもんね、ぶっちゃけね。大丈夫、大丈夫。ちなみに僕まだイカゲーム見てないです。はい。俺、未だにさ、俺、イカゲーム見てないからな、ぶっちゃけ。ハベハベハーってか、やべ、これ、壁ハベハーもできる、みんな。これ、壁ハベハーもできるぞ。すごいね。すごいな、マジで。オッケー、止まって。さあ、今回も一応クリアはできそうだけど、もうちょっと早くクリアしたい。いくぞ。絶対クリアするぞ。
あ、動け早く。OK。よし、ゆっくりだね。OK。これ、頭動かしてもダメなんだよな。だから、マジで動かさないようにしないと。死んじゃう、ほんとに。OK、行こう、行こう。引き進むぞ、とりあえず。OK、一回止まって。さあ、そのままクリアしていきたいところではあるね。行きましょう。早い。めっちゃリアルやんな、ガチで。止まろう。あ、やっぱそうだ。ちょっとでも動いたらダメだ。やらかして、今ちょっとさ、汗でさ、もう汗ですごくなってんだよ、みんな。画面がさ、画面っていうかその、手のところ、コントローラーが汗で滑るんだよ。でも本当にでもね、ロブロックスイカゲームのおかげもあってね、かなり流行ってきてるのはあるので、あとサバ落ちね。イカゲームでね、かなりね、流行ったもんね、日本でもね。なんで今後ともね、新しいこういうドラマとかさ、面白いやつが出てきたら、ぜひともね、海外勢作ってほしいっていうのありますね。やっぱロブロックス絶対流行った方が面白いもんな。なんでや。はい、ということなんで、ちょっともう画面用意しちゃったらみんな。俺20、30分ぐらいしかやってないのに、もう酔っちゃったよ、俺もう。なんで皆さんぜひともね、やってみてください。ロブロックス版イカゲーム。VR があるのと、あとロバックスがあればできる。結構条件としては厳しいかもしれないんですけど、かなり面白いゲームでした、皆さん。やってみてください、じゃあ。バイバーイ。